バストーナメントは10年以上前にアメリカで生まれ、この数年日本でも急激にファンを増やしている。トーナメントは限られた数の重量で腕を競うシビアなスポーツである。その日の湖を知り、コンディションの良いバスをキャッチする能力、そして自分をコントロールする強い精神力が必要となる。そこにはシビアな男の戦いが繰り広げられる。あと一歩で、たった10グラムの差で優勝に手が届かなかったもの、その中でウィナーの誇らしげな表情がひときわ輝く。トーナメントはメンタルなスポーツ性の高いゲームフィッシングの原点ともいえる。スポーツとしてのバスフィッシング、その真髄を極めた男たちの戦いぶりを紹介。今年の JBTA トレイル第一戦を飾るバスカントリーオープンが4月10日琵琶湖で開催された。参加者は197名に上り、トーナメントへの関心の高さを伺わせた。優勝は浜大津の水上警察の前にある防波堤に入り、下野プロに釣り勝った18歳の若きスペシャリスト安田浩二。具体的な釣り方ですね、どういうルアーでどういう場所をどういう動かし方をして釣ったっていうのはどうですか。フリッピンでラバージグプラスザリガニの形したワームを使って、シェイクしてる途中に代打来てました。あとリトル N の、ただ巻き、ミディアムリトリーブぐらいでやってました。来ました。午前と午後の2ヒート制で行われ、合計重量で順位が決まった。河口湖は例年になく減水しており、その上水温も 9.6 度と低く、多くの選手がディープ狙いの釣りとなった。その中で林圭一プロは超シャローを狙い40センチをキャッチし、ダントツの優勝。彼のパターンフィッシングが見事に功を奏した。前日までの大荒れの天候のため、プラクティスもできない状態で、コンディションはあまり良くないように思われたが、2日間で12キロと素晴らしいスコアを記録し、今江勝隆プロが圧勝。ちらっと今、口の中でフックの申告のドアを見ますと、あの例のプローバーの、あれは何色なんです？あれは SRG、金色に赤のランナーが入っています。リグをちょっと紹介してください。ジングルドリームなんですけど、ヘッドはあの金勝さんのグラムを使ってます。それをどういうところ、どういう場所で、どういう動かし方をしてるんですか。全部それですか。今日は、朝一に好きなベイトで、45クラス揃えて、入れ替えでプローバーで入場しました。関東関西から多数のトーナメンターが参加し、中部地域の大会を盛り上げた。大会当日はフィッシングプレッシャーが高く、5匹のキーパーを揃えた選手は少なく、シビアな戦いが繰り広げられた。ごく基本的なナイトリグなんですが、スラローム6ポンドに、リーダー取りまして、60センチぐらい今日は取ったんですが、重りはあの1号、ちょうどガン玉いうちょっと大きいぐらいですか、ちょっと軽めの使いました。
で皆さんワームがあのグラブ系統で割と小さいに捉えて、いたようですし、スライダーもかなり皆さん使ってましたから、あの MT's シャットっていう新しいワームで、割とあの引かずに投げてそのまま待っていて、あのひらひら漂わせて、その時にあの割と大きいの活性が低いと思いましたので、あまりアクション加えずに、待っているようなそんな釣りで、あのいいのがかかりました。関西で初めてのペアトーナメントの参加者は122組、ジュニアを合わせると300名に上った。優勝の樋口ペアは名鉄の V2 を攻め、パートナーもランカーをキャッチし優勝に大きく貢献。この5本はですね、どちらで捉えたんですか？名鉄のシャローです。どういうルアーで？ワームの6インチ、7インチと、あとプローバーの SRG です。あ、なるほど。シャローと言いましてもいろいろありますが、ウィード絡みですか？はい、だけど、そうです。ウィードの重り長です。あなたが取ったのとペアに取っていただいたものも入ってるんですか、これに？はい、大きい順に2匹取ってもらいました。あ、それは良かったですね。はい、どうもありがとうございました。大会当日の水位は低く、普段は見えないストラクチャーも確認でき、パターンが組み立てにくい状態であった。石塚選手は桟橋をパッドギジットで攻め優勝。桟橋を制する者が山中湖を制するという定説通りの結果となった。朝最初に入ったポイントはあの桟橋前です。まあプラクセスもしてないんで、なんとなく大きいものを、釣りたくて障害物の周りばっかやってました。1本目はあのパッドギの、ピッチングで、1本取りまして、途中スライダーなんかやったんですけど、どうしてもあの肩は同じなんですけど、お腹の太り具合がスライダーやるとちょっと痩せてるのばっかで、パッド切りやりますと、ちょっとやっぱりそちらよりサイズは変わらないんですけども、見た目のウェイトもそうなんで、ほとんど一日中パッド切りで通しました。トーナメントトレイル関東第5戦マーキュリーカップは2日間のトータルウェイトで争われた。大会1日目に好位置につけていた林圭一プロが、水通しの良いまばらに生えている足を小刻みにスーパーグラブで落とし込み、サスペンドしているバスをキャッチし優勝。初夏の気配を感じさせる湖畔に関西のトッププロも多数参加し開催された。予想通り関東勢が上位を占め、東日本のフィールドで圧倒的な強さを見せた。その中で東の雄田辺則夫プロが今シーズン初優勝。東日本で初のペアトーナメントが開催され、多数の女性アングラーが大会に花を添えた。波に乗る田辺則夫プロが川口湖に続き2連勝、竹内プロ、沢村プロを抑え一気にトップに立つ。プレッシャーに強く、場所を選ばない真のトーナメンターとしての強さが光る。8時間7匹のバックリミットで行われたこの大会は9915グラムというトーナメント記録に残る重量で、中川プロが優勝。あのサイズです。9915。はい、わかりました。皆さんすごいですね。どうですかこの成績は？大満足。大満足。今のところトップかな？今のところトップ。あ、トップに躍り出ましたが、芦田さんでも実は決まりかなと思ってましたが、中川さんどうですか、どういう場所で釣ったんでしょう？芦田さんと全く一緒のところで、僕がさっき入ってまして、あと芦田さんが後から、芦田さんはあそこ目つけ取ったみたいですけど、私が先なんで芦田さんがまねっこした。いや、そんなことないですけど、はい、なるほど。ですね、釣り方どんな釣り方でしょう？クランクベイトだけで、はい、釣りました。当日はフィッシングプレッシャーが高くなり苦戦した選手が多い中、コンディションの良いバスを4匹キャッチした関西の久保選手が今シーズン初優勝。
やっぱり皆さんと同じように岩盤で、ホーリング、一番大きかった42センチぐらいあったんですけれども、これが、ラバージグ のジグピッグですね。で、岩盤にへばりついて岩盤に平行にラバージグを落として、それとあと、恥ずかしいです、パッツィというのをスプリットショットで、はい、それであと3本取りました。夏のパターンに入った琵琶湖で久しぶりにトーナメントが開催された。優勝した田辺則夫プロは定説通り夏のパターンフィッシングを心がけ、40センチ以上を5匹揃え、今シーズン琵琶湖で初優勝。ですね、今回まずプラクティスでは一応この8月の暑い時ということでサマーパターンにビシッとはめたところからプラクティスをしだしまして、とにかくディープウォーターでいいところを見つけたかったんですけれども、琵琶湖は結構平坦なところが多くて、かなり沖まで行っても急激に落ちるところっていうのはすごく見つけられなかったんです。で、ただ小野浜と名鉄のところだけはウィードの具合とかドロップの具合がちょっと良くて、魚がディープにいるなっていうのは見つけたんです。で、あとシャローをずっと攻めてって足の中のウェッピンとかそういうのもちょっと見たかったんですけれども、あんまり好ましくなくて、それよりもウィードが茂ってるところの、ウィードの中にはいないで、そのアウトサイドの、3メーターぐらいのところを、ワームとかそういう系統じゃなく水面をトップウォーターで釣るといい型が出るなっていうのを見つけたんです。それともう一つ典型的な夏 のシェードパターンと、でその3つのパターンを持ち込んで、時間的な動きを、伴ってちょっと考えてやったんですけれども、で朝は、とりあえずトップウォーターパターンで行こうということで、ワーム系もやったんですけれども、結局いいバスは、ここから金川を越えた若宮ですか、そこのとこで、2メートルぐらいのとこから1本、マイケルっていうトップウォータープラグです、ポッパーです、で出しまして、その後そこから移動して今度何でしたっけ、協定場のそばは何て言いましたっけ、ミシガンですね、はい、ミシガンの桟橋に入りまして、それはもう完璧なシェードパターンに入ってって、日もちょっと上がってきたんで、いいだろうということで、シェードの水深 1.5 メーターぐらいのとこを攻めてって、そこで2つばかり取りまして、それをジグンピック使いました。でさらに今度北山田の方を回ってったんですけれども、あんまり良くなくて、今度この浜に移りまして、そこでファットギジットを使ってブレイクしたところのショルダーについてるバスをジクジクっと攻めながら取ってって、やっていきました。ゲイリーガーランド、ゲイリー山本を迎え、曇り空の絶好のコンディションで開催された。この大会で年間140日以上琵琶湖に釣りに出る佐々木プロが執念の優勝。この大会で大物記録 2908g のランカーを岸田プロがキャッチ、大物賞を獲得した。秋の気配を感じさせるこの時期はバスも活発になるが、トーナメントという切迫した状況下ではシビアになり、30センチ以上のバスを持ち込むのは大変難しい。ディープ狙いの選手が多い中、シャロー攻略を試みた若きスペシャリスト安藤隆プロが見事優勝。昨日充電するためにロイヤルホテルの前をうろうろしてたら、ちょうど会長さんに呼び止められて、ゲイリーさんとお話しないかで、話してるうちに新製品はないんですかってゲイリーさんに言ったら、新しいバスがあるっていうんで見せてもらったら、それくれたんですよね。それで今日シラスの昨日のもう終わりの方でシラスのワンドの中にバスがいるっていうのを分かってたから、そこへ今日行ってバズベイト引いて、朝のうち出たんですけど、キーパーじゃなくてノンキーパーばっかりで、それで一回休めて終わり30分前に
40ぐらいの一本釣って、それが決め手になってます。ええ。を繰り返す上位選手にとって2日間の大会は重要な意味を持つ。今季プロ大会の最終戦は地方より多数のアングラーが参加し開催された。和やかな雰囲気の中にシビアな男の戦いが展開された。曇り空で無風という絶好のコンディションの中で開催された大会はかなりの高スコアが期待された。山田プロは53センチを含む3匹の50センチオーバーを持ち込み優勝。高価なバスボートを獲得した。ジャパンバスクラシックの参加資格もかかっているとあって、多くのトッププロが参加し、最終戦にふさわしい盛り上がった大会となった。2キロ台でウイナーになった井上プロは、車両攻略に成功し優勝、バスボートを獲得した。アメリカ育ち、プロが選んだ信頼のライン、大力サンライン。最近のトーナメントでは200名以上の参加者があり、その中で優勝するのは至難の業である。88年バスオブザイヤーに輝き、名実ともに日本の頂点を極めた田辺紀夫プロ、彼の今年の勝因とは一体何か。今年はなんとかバスオブザイヤーを取ることができました。JBTA のトーナメントトレイルも長い戦いだったんですけれども、僕がまあ一番気を使ったっていうのは、常にタックルをチェックすることや、ルアーをチェックする、そして釣りにつながる全てのことですね。まあ、例えば魚をただ単に見つけるだけではなく、その魚をかけ、まあ、フッキングし、取り込みライブエルに入れるまでのことを全て想定しての釣りですね。まあ細かく言いますと、ロッドの選択、リールの選択、そして、ルアーの選択に至るまでを気を使うということです。特別なテクニックや特別なルアーがあったわけではないんです。まあほとんどもう皆さんが知ってるようなルアーを使い、普及しているタックルを使っての釣りなんですけれども、そうした細かいことに気を使うということが、一匹の魚を落とさずに確実にボートの中に取り込めるっていうところまで、持ってこれるだと自分で考え、気を使ってました。ですので、僕の今年の一番のテクニックっていうのは、そうした、タックルに気を使う、準備の段階から始まるっていうことだと思います。トーナメントを主体にプロ活動を続け、オールマイティーなアングラーで、特にリザーバーでは圧倒的な強さを見せる。あらゆる角度からパターンを組み立て、選び抜いたバスフィッシングを状況に合わせて使い分けていく。今、最も燃えているトーナメントアングラーの一人である。卓越した技術と精神力を兼ね備えた日本を代表する沢村プロ、足際のフリッピングがひときわ冴える。今年そのトーナメントにおいて良い成績を残せた、
結局その決め手となる魚を何で取ったかっていうと、やっぱりその次こそものの上手なえっていうところ、このラバージグですね、ジグンピック、このラバージグのラバ、これにあの豚の脂身と、これはポークフロッグという種類ですけれども、ナンバーイレブン、これをコンボさせてよく使ってます。深いところにおいてはこういった2分の1オンスの重いラバージグでもって、垂直指向で割と近距離のピッチングにおいてそのバーチカルなスイミングをさせていきます。で、逆にシャローレンジではある程度ウェイトの軽いこういったちょっとスモールタイプのラバージグ、いずれもスタンレーなんですけれども、フリッピン、それからショートピッチ、いろいろそのストラクチャーに分けて、いろいろ、そうですね、フリッピンの場は特に足という、特にショートゲームである、ロッドもフリッピンスティックというかなりハードなものを使っていきまして、で、合わせはいずれもこのウィードガード、これがあるためにもしっかりしたロッドでもって力強い合わせを必要とします。これはシーズン、それから先ほども言いました深さ、湖のタイプ、バスが特に大きいのが釣れるランカーキラーと言っていいんでしょうかね、特にこのラバージグ好きです。自ら制作した MT's シャッドで上位入賞を果たし、1年間のアメリカバス留学が実を結んだ竹内プロ。これが MT's シャッドです。これは僕が、ハンドメイドで作っているものですが、数があまりできなくて、あまり市場に出回ってないので、ご存じない方もいるかと思いますが、これはテキサスリグやジグヘッドでも使えますが、キャロライナリグ用に設計されていますので、キャロライナリグで使うのがベストかと思います。サイズは、3インチのものと4インチのものがあります。これが基本的なキャロライナリグの結び方です。これは4インチスワムですが、この平らな面が上になるように、そして、濃い方が頭になるように針を刺します。針のサイズは、4インチワームの場合で3-0を使用しています。3インチワームの時には1-0を使用しています。リーダーの長さは、約80センチぐらい取ります。ウェイトは、狙う深さによってもいろいろ使い分けますが、だいたい8分の1から4分の1オンスを中心に使っています。マッチプレーに圧倒的な強さを見せ、エネルギッシュなフィッシングを見せる関西の若きスペシャリスト今江プロ。このね、ティーズワームのテキサスリグ、これが何ら変哲ない、こうシンカーを入れて軽いビーズを入れて組んだテキサスリグやんか、はい、でもね、一つ肝っていうのはこのね、テールあるやんか、はい、みんなはこのまま使ってる、はい、ところがこれをね、無造作にこういうのちぎっちゃうね、はい、ほんならテール短くなっちゃう、ほんでね、すっごい細かいバイブレーション、細かいバイブレーション。だからそれが、例えばね、V なんかに浮いてるやつを、こう投げて、V に投げて、ラインはそのままちょっとね、このままスプール開けとく。で、ラインがタタタタタって走ってるやんか。そうしてると、走ってると、ある程度走ったらちょっとこう、ロック入れて、スー走ってるなと思ったら、ゴンって来よるから、それをラインを、ラインを見て、スーッとこう、これでね、もうマッチプレーの時に、V で、このテクニック使って、バンバンバスって、普通のね、スプリットショットとかではないね、なんていうかな、シンカーが先に落ちるわけね、スーッと。で、後からルバームがスーッと来て、
しかも、まあ、まだあんまり誰も使ったことないゲイリーの T ズワークの尻尾切りということから、まあ、バスも見慣れて、それで釣れる。スピナーベイトを使い、ダイナミックな中にも繊細なテクニックを備えた関西を代表するアングラー久保プロ。この場所は水深8メーターから9メーターぐらいあるんですけれども、普通それぐらいの水深だとあのスピナーベイというのはあまり使わないんですけれども、僕の場合は10メーターぐらいまでのビッグバスのシングルブレード、これチューニングしてありますけれど、ウィローリーフで、このウィローリーフこの大きさは4番ですか、市販されてないんですけれども、わざわざ向こうから取ってチューニングしてます。これをホーリング でこのホーリング、スピナーベイトのホーリングに使うロッドほどセンシティブというか、すごい感度の抜群に良くないと非常に難しいんですね。いうのは極端な話が、バスがちょっと触るぐらいの感じでもわからないと完璧にホーリングでバスを取るのは難しいですから。で、スピナーベイトのホーリングの強い点は、ポイントにダイレクトに当たってまっすぐ落ちて、普通のルアーですとだんだん離れていきますね。スピナーベイトはまっすぐに縦の線を釣れる、それが不思議と、それと上から落ちてくるものに特に大きなバスは興味を示しやすいという、このスピナーベイトで琵琶湖以外で50オーバーは約30本ぐらい取ってますけれども、ほとんどホーリングです。オールシーズンオールマイティなルアーですね。もちろんシャローからボトムまで、特にこういう使い方をすると10メーターラインぐらいまではカバーできると思います。桟橋、橋桁など垂直に立つストラクチャーを自ら編み出したターンキャストで攻略、上位入賞を果たした小山プロ。私は今年1年、桟橋や橋桁のような縦のストラクチャーを、スプリットショットリグで攻めるということが多かったんですが、スプリットショットリグというと、ウィードの上とかフラットなボトムでのスローな釣りを思い浮かべる方が多いと思うんですが、むしろ桟橋の擦れた大物を狙う時の方がこのリグの特徴を生かせると思っています。つまり必要なところだけ、ノーシンカーの超スローフォールをやって、それ以外のところは、スピーディーにこなしてしまうということですね。しかしリーダーの長いスプリットショットリングで、ストラクチャーをタイトに攻められるかということなんですが、アンダーハンドピッチングでのターンキャストというのを考え出してからはかなりタイトに攻めることができるようになりました。ターンキャストとは、キャストから着水までの間にワームをシンカーを中心に1回転させて、着水するときは必ずシンカーをストラクチャー側に、ワームを手前側に、落とすという方法です。これはワームとシンカーの重さのバランスで回転させるのですが、リーダーの長さ、キャストスピード、キャストするときのロッド操作などで、回転スピードをコントロールします。使うタックルですが、この釣りはどうしても相手が擦れているので、細いラインを使わなければならないんですが、バスをかけた後はその細いラインで、大物とやり合うことになりますので、そのラインの持つ強さを最大限に発揮させてくれるような、バランスの良いロッドが必要になります。現在私が使っているのは、UFM 上田のプロ4、これのライトキャロライナ6フィート、この釣りにはこのロッドがベストマッチだと思っています。ゲイリー山本をサポートし、バスフィッシング発展のため日本を駆け巡る真のトーナメントアングラー、独自のテクニックに磨きをかける川辺プロ。タフコンディションですね、つまりあまり釣れないような時、人が釣れない時に、何とかして釣るっていう仕掛けがこの仕掛けです。魚がなかなかちょっと釣れないと、今日は活性、魚の活性が低いという時に対応するのがこのアクションです。
でシンカーとビーズが、まあ、実際には水の中で音がしてるのか、このアクションで本当にしてるのかどうかは分からないんですけれど、この小さいクイッ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 クといった動きにバスは食いついてきます。これを限りなく、根性を決めてゆっくりと一日中やるわけです。これは少しラインスラックですね。ラインにたるみを持たせて一瞬張ってあげる。で、水中のルアーが5センチぐらい、まあ、動くか動かないか程度スッと動くっていう風に、それでだんだん引っ張ってくるというテクニックです。シャローウォーターをハイテンポで攻略し、常に攻めの釣りを見せ、充実したテクニックとセンスの良い釣りを見せる下野プロ。一般的にシャローで手返しよく釣りをするのに、スピナーベイトがパイロットルアーとして良いということなんですけども、私の場合このスピナーベイトの代わりに、ジグスピナーというタイプのルアーをよく使います。これはもともとスピナーベイトの原型となっているルアーなんですけども、私の場合このシングルのペラのついた、ジグスピナーに、普通の場合、ここにシングルテールの、グラブなんかをつけて、あるタイプが多いんですけども、ソフトベイトのスカート、それにダブルテールの、グラブ、これをセットした、まあ、これオリジナルなんですけども、特に、バスがすごく、活性が低いような時にはこれをそこに当てて、もうグラブと同じような使い方をして、使えるんで、このタイプを好んで使っています。だから僕がシャローで、バスを探し出すルアーは、このタイプのルアーが一番よく使います。このタイプのルアーの色の使い分けとしては、水が澄んでいる時にはこちらの、色で、ほんで水が少し濁り始めるとこのグラブの部分を、チャートリウス系に変えて使います。川口湖で圧倒的な強さを見せるオールマイティーなアングラー秋元プロ。ワカサギがいるようなところですね、6メーターから8メーターライン、そういう深い深場を、ね、やっぱ狙いますね。ルアーはこういうグラブとかスライダーはですね、これを深場に落とし込んで釣ります。深場を効率よく釣るために、重い2分の1オンスぐらいの重りを使います。できるだけ遠くへ投げて、深場まで落とし込ん でできるだけ広く探るようにします。そこを引きずるような形ですか？そうですね、そこからまあ離さないように、そこから離さない、はい。それでこの、ルアーの色なんですが、やはりこれはいろいろ変えることはありますか？まあ、ワカサギのような色っていうか、こういうスモークのシルバーとかパールとか、そういうワカサギっぽい色がいいですね。他にじゃあ どういう色あります？こういうふうにスモーク、あとシルバーがやっぱり主ですね。沢村プロのフックの研ぎ方。一番シャープに研げるっていうのを何回かやってみて、そのこっちのフックが外面を研ぐっていうのが、それもこういう研ぎ方いろいろあるけども、僕の場合ねこうなんです、はい、でこういうふうに最初ラウンドさせてこう磨いていくわけで、よりシャープに研げるから、外側を面を研いでいく、うん、研ぐね面積を大きくすればするほど、その焼きを取らずにシャープにできるっていう利点がある。要するにニードルポイントみたいに仕上げていくわけです、ね。まあ、内側はあまり触らない。内側は削っては、うん、触らない方がいい。まあ、僕は今までこうやってたのはニードルの先を弱めちゃうっていうことですね、うん。僕も最初はね、その三角研ぎっていうのをやってた、うん。裏2面と表1面っていう。うん、で、ある程度ね、この研ぎ方をね、コツを覚えてくるとね、その研ぎ上がってきた時の音がね、変わってくるの。うん
伝統と栄光の歴史を持つスズキツーサイクル技術を船外機に採用し、世界で活躍するスズキ船外機。